こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらデッキオブアッシェズをプレイしていきたいと思います。今作カードを使ったデッキを組みながら進んでいくアクションアドベンチャー、間違えたアドベンチャー RPG ということになっているようです。今日ちょうどね、私もいただいたのですが、実は内容を知らないゲームだったので、今ぶっつけ本番です。よろしくお願いします。最初の説明と実際のゲーム内容が全然違う可能性があります。よろしくお願いします。こんばんは、いらっしゃい、ゆっくりしてってください。ついにローグライクカードゲームの時代が来た。間違いない。今作ね、ローグライクだとは思うんですよ。ちょうど今コメントいただいたんですけどね。ちなみに例によって例のごとくライブ配信をしながらプレイさせていただいています。というのこちら、コストボーナスポイントというのがあるんだけど、このポイントを支払うことによってカードのアンロック、こちらはアンロックのようですね。取得したポイントを使用して以下のコンテンツをアンロックできる、こちらですね、アンロックで、こちらはこの特性というものは、アンロックすると鍛冶屋で購入ができるようになる。で、調整とスーパー調整、これウルトラ調整、日本語間違えたのかなみたいな感じあるけど、これは次回 のプレイ中効果が発揮されるけど、プレイが終わったらまた買い直さないとダメだよみたいな効果のやつですね。おそらく強力なんだろうなとは思うんだけど、ちょっとプレイしてないので内容がわかりません。さて、で、言語なんだけど、この通りいろいろとあります。日本語がある、素晴らしい。日本語はどうやら見た感じですと、一部まだちゃんと翻訳がなされていないようですが、現在のところは見てて大丈夫かな。うん、特にそんな違和感ない、なんとなくわかるような感じのものが多いですね。さて、では早速プレイしていきたいと思います。ニューゲーム、またチュートリアル始めましょう。チュートリアルで、ニューゲーム、チュートリアルもニューゲームなのか。キャンペーン、ニューゲーム、エピローグ、エピローグは、お、バッドランズ、これ別のモードってことかな。なるほど、このキャンペーンをクリアするとエピローグがアンロックされるってことか。よし、こっちだ、こっちのチュートリアルで。体力が少なく、ほぼカードがなく、応援も見えなかった。灰のマスターとの出会い。呪いが我らの哀れな世界に舞い降りた日、予知夢が見えた。世界を救う方法は分かった。そしてそれを助力できる人物も。OK。Continue。それは我々を奈落の底に落とし、苦しみの日々に突き落とした愚か者の一人だ。ルシア。あの日私は死に灰から蘇った。だがこの転生の代償大きかった。ひどい激痛が体中を巡るのだ。まるで今もなお豪華な炎の中で焼かれているかのように。あれ、ダークソウル、ダークソウル、灰、炎からの転生、ダークソウル。この苦しみから救ってくれると彼が約束してくれたとき、私の心に希望が生まれた。私は今日、彼に会う。見返りに彼は私に灰の呪いを消すよう要求するだろう。仕方ない。私に選択肢はないのだ。灰のマスター。灰のマスター。別の名称なかったかな。そういえば、左上に禁断の森、Day 1って出てるね。日付あるんだ。炎の声を近づいている、その他の存在を感じ取れる。ここは安全ではない。だから気をつけるのだ。こうクリックして次のタイルに移動。OK。森。この辺りを続いているモンスターはたくさんいる。通り抜けるには戦わなければならない。これ ?OK。イージーバトル。タイプ。ロケーション、墓地。ほとんどアンデッド。敵、ほとんどアンデッド。ほとんどアンデッド。Almost undead。これはあなたのキャラクターです。あなたのキャラクターの体力がゼロまで低下すると初めからやり直す必要があります。了解。不滅の日のルシア。かっこよくない?かっこよくない?これはあなたの敵です。モンスターを破壊するには体力ゼロまで低下させます。OK、レベル1、ぬわれし者。各ターンの初めにあなたの敵は次のターンのためにカード1枚準備する。ああ、次何やってくるのかが分かるのね。スレイザースパイアタイプだね。マウスカーソルをカードの上を動かして持っている効果を確認してください。OK。これが。正面攻撃、10ダメージを与える。OK。あなたのターンの始めに手札がいっぱいになるまでバトルデッキからカードをドローし続けてください。手札は6枚でいっぱいになります。OK。バトルデッキ。OK。カードはマナポイントを消費して使用します。各ターンで使えるマナポイントは5です。カードを使用するには手札から取ってモンスターの上に置きます。了解した。オッケー。ティータイン10のダメージだったね。これで。
使用されたカードは燃やされ、灰のデッキに保管されます。もう一度使用することはできません。できないんだ。あれ？終わったら終わり？じゃあ。デギタに3のダメージを与える。このカードを作成するために灰は必要ない。おお。なるほどなるほど。ターンエンド。まあ10ダメージですよね。今コンボも何もないよね、これ。よし、あまり時間がないのだ。できるだけ早くクリーチャーを片付けるのだ。あ、了解した。できるだけ早くって言われてもね。ターンエンド。もうすぐバトルデッキのカードがなくなります。カードドローして手札を全部補充できない場合、灰の契約は手札に追加されます。灰の契約、これか。灰の契約を使うと、あなたのキャラクターの体力を削ることで、灰のデッキからカードを蘇生できます。あー、なるほど。なるほど、なるほど、そういうことか。歪み、ランダムなカードを5枚蘇生する。このカードをプレイするには15のダメージを与える必要がある。を食らう必要があるわけね。そうですね、灰のデッキからバトルデッキにカードを移動させる。オッケーオッケー、了解した。とりあえず、これと、これと、これ使って。オッケー。これ、とどめをさせる。なるほど。いらっしゃい、ゆっくりしてってください。なるほど。まあそうだよね。一回切れてるわけだもんね。倒した。これは何を得たんだ。はい。レシピを使ってカードを作成するために必要。ああ、了解。バトルは休憩してもう一度先に進むのだ。負傷しているバトル終了がテントを建てることになる。テントでは休憩ポイントを取得でき、回復するために使用できる。これは休憩ポイントだ。休憩ポイントを使って体力を回復しよう。OK。あ、これか。最大体力の 10% 回復する。なるほど、なるほど。最大までしろってね。OK。ランダムイベントがあるわけじゃないのか。あともう少しだ。進み続けろ。キャンプ。やっとあったな。近くに来るがよい。そなたの力を回復してやろう。バトルデッキのカードが足りません。灰のマスターに話しかけて蘇生してもらってください。あ、バトルが終了しても蘇生されないんだ。なるほど。本当だ。蘇生の儀式を始めるぞ。そなたもすぐにこれと同じようなことができるようになる。全カード蘇生。あなたのカードが蘇生されました。バトル中にもう一度使用できるようになりました。尋ねたい質問はたくさんあることだろう。だがここは安全ではない。離れる必要がある。仲間は近くで待っている。彼らが旅路の我々を助けてくれるだろう。この儀式の行い方を教えてやろう。カード蘇生儀式がアンロックされました。ここをクリックしてウィンドウを閉じる。オッケー。キャンプを出るをクリックして旅立ちましょう。あ、了解。どこキャンプ出る。どこどこ、これキャンプ出る。あ、これか。ウーズ。なんてことだ。統治者たちを妨害してしまった。それほど時間はない。もう我々のことを探している。このメーターはこの地域の統治者とのバトル開始まで残り時間を示しています。あー、支配者。ボスね。ショートカットを使っている。行こう。ここをクリックして次のタイルに移動。こっち行きたいな。分かったよ。統治家あなたを探しています。お、行けなくなった。なんてことだ。怒りが高まって我々の道を塞いでしまった。回り道をしなくては。この地域の統治が近づいている。地域の一部を破壊してくるだろう。住むのがもっと困難になる。了解した。あー、なるほど。選択肢があるところでも、こういうイベントがあっていけないってわけね。痛みが全身を走ったあの瞬間に戻ってきた。愚かなマグナスが呪いを解放したあの日、私は追跡される身となった。最終的に私は捕まり、あの国の田舎者らに火炙りの刑に処された。私が灰から起き上がった時の奴らの顔といったらかなりの傑作だった。この記憶が私にもう一度力をくれた。戦う準備はできている。1バトルの間、あなたのクリティカルチャンスが20増加した。お、了解。イベントが発生しました。イベントにはポジティブな効果もネガティブな効果もあります。このパネルにはあなたに与えられた効果が表示されます。効果の上にマウスカーソルを動かして詳細を読みましょう。OK。そなたの痛みは力の源。いつかこれが役に立つ日が来る。ここをクリックしろ。OK。進もう。敵はもう一体いる。力を見せてやれ。
ほとんどアンデッド。アンサムクリティカルチャンスが増加しています。クリティカル効果は通常の効果の2倍強力です。敵に打撃を食らわせてみてください。スケルトンにファイアボールを使ってみましょう。ファイアボール。こいつくれ。あ、でもクリティカル発生しないんだね。そうか。あ、これ速度か。なるほど。モンスターにクリティカルヒットを食らわせた。ほら、このカードを使って体力を回復するんだ。回復しないと死ぬかもしれないしな。え、どんどんからこれからが。OK。オーション、パシュアリティを持っているモンスターもいる。学習して戦術を練りましょう。キャラクターの誰かが体力を回復するとスケルトンの力が1増加する。なるほど。力打撃カードによって与えられたダメージと同じ量を増加します。うん。なるほど。よし、これで勝った。OK、倒した。今期アニメ、ドロヘドロとハイキューが面白いですな。あ、異種族レビューアーズも。あれ、ドロヘドロね、私もちょうど今日1話目見てたんだけど、よくできてるね。あれ、読んだのがだいぶ昔だから全然覚えてなかったんだけど、あれ、また読もうかなって思ってた。面白かった。異種族レビューアーズもね、最近原作の方を読ませていただきました。第3巻までなんだけど、新刊が4巻目だよね。まだ読んでないんだけど、3巻目で読んだ。面白かった。異種族レビューアーズね、海外の友人がちょっと言ってたんだけど、なんか3タイプぐらい放送されてる向こうで。全く規制入ってないやつ、規制が下半身だけ入ってるやつ、全部ウルトラマンが入ってるやつって言ってた。どっち？ネットフリとかで公開されて、あ、ごめん、ネットフリじゃないや、アマゾンかで公開されてるやつ。テレビと同じなのかな。新しく取得したスキルを使うときだな。休憩ポイントを使って使用済みカードを蘇生できるようになりました。あー、なるほど。蘇生、あ、これ休憩ポイント使用する量か。あ、なるほど。 OK、 ちょっと待って、これだ。あ、違うわ、一個ずつだわ。合ってるわ、合ってる合ってる。そうかそうか。ただ戦闘後にこの、これ最大になるの、いつもカード作成ってあるな、ここ使えないけど。よし、 OK。 レシピを見つけたぞ。もらってくれ、すぐに役に立つはずだ。あ、やっと。これはレシピインベントリです。レシピが欠かせないカードの設計図です。レシピを使ったカード作成法は後ほど学びます。了解。私の土地に入るべきではなかったな。わー、バトン準備、当時はかなり近いぞ。了解。アンデッドクリーチャーがたくさんいる。アンデッド倒すにはもっと強力な敵が必要になる。ついてきてくれ。カードを見つけられる場所を知ってるんだ。了解した。ここか。レシピを見つけた。ターンの終わりに体力が一番低い敵に3ダメージを与える NPC、 思考の巻物。うん、このカードはプレイできない。このカードが灰のデッキにある間はボーナス効果を取得できる。あー、そういうカードなんだ。必要なレシピは全て揃ったな。さあ戻ろうか。奇襲だ、バトル開始。あんたんたん、とりあえずこいつ。よし、エンド。今のところただコンボとかそういうのはないよね。これで倒した。お見事、他の儀式を学ぶ時が来たようだな。テントで休憩ポイントを使ってレシピからカードを作成できるようになりました。これがレシピです。 OK。 あー、これが必要なのね。なるほど、バトルで得ていたやつだよね。これは灰です。レシピからカードを作成するために必要です。 OK。 燃え焦げる指輪と思考の巻物のカードを作成しましょう。 OK。
敵一体に12のダメージを与える。手札からカード1枚カードを選んで処分する。処分プレイすることなく灰のデッキにカードが移動される。あーそうか、これターンの終わりに NPC このカードはプレイできないついてるもんね。そうか、これとこれをコンボで使うんだ。あーなるほど、強くなった我々の道を塞いでいるモンスターを倒しに行こうか。なるほど、ほらこれ NPC の効果があってこのカードはプレイできない、つまり捨てることができないじゃない。こいつを使ってこれを処分するっていうことだよね。なるほど、面白いな、面白い面白い、ちゃんとあるんだね。あとおっちゃんがなんか我々の先がどうのこうの言ったけど、とりあえず蘇生しようか、ちゃんとね。ハテナマークのあるタイルに移動するたびにイベントが奇襲が起こる可能性がある、気をつけるんだな。 OK 了解した。こいつかノーマルバトル、ボチア、ほとんどアンデッド。これだな、一瞬に使用されることで強力な効果を発揮するカードもあります。強力なコンボを使用して敵を抹消しましょう。つまりこうだな。え？え？使わせて。このカードには特別な単語が2つ刻まれています。灰と NPC です。カードの上にノンプレイアブルカードか NPC、 そうだよね、ノンプレイアブルキャラクターじゃない、ノンプレイアブルカードね、使用できないカードね。なるほど。OK、分かった。こいつだ。こいつだ。OK。灰のカードが灰のデッキにあるとボーナス効果を取得できます。うん。OK、OK。とりあえずどうしようかな。こいつで。ターンエンド。I'm in more pain than you. Okay. Don't be upset. I'm in more pain than you. Don't be upset. なるほど、確かに強力には強力だけれど、こいつを使用しとこう。勝った。あ、お金も手に入ったぞ。キャブのキャラクターから商品を購入することができる。オッケー。こいつはただね、基本これとこれがセットだよね。でも、カード作成、追加で作成はできないのか。一度作成したら終わりなのかな。オッケー、キャンプ。お金手に入ったから購入方法を教えてくれる感じかな。薬草師は回復用アイテムを売ってくれる。灰のマスターは灰のデッキにある使用済みカードを蘇生できる。商人はカードのレシピを売ってくれる。こうクリックして決戦を始めよう。カジチ、このカードの作成、カジチはレシピを使ってカード作成を手伝ってくれる。オッケー。レシピ持ってない。アップグレード。なんだかだ、8枚。あなたが選んだ5枚のカードを作る。なるほど。すみません、1枚の無軸のファイアボールを加える打撃。なるほど。こいつはいいや。なるほど。不死鳥。このカードがプレイされるとバトルデッキにリターンされる。いいね。不死鳥強いな。商人は？あ、これか。敵一体に6ダメージ与える。このカード手札になると攻撃力、力が1増加する。あ、そのままほっとけってやつか。1枚選んで処分する。これは別に2枚もいらないな。今のところいらない正直。最大の 60% 回復する。いらねえな。全カード持ってないもんね。アップグレードかな。こうファイアボール。不死鳥かな。効果5段継続。おっと、ちょっとコメント欄を。台湾で PTA の講義で無修正のやつが修正あるやつに変わったそうですね。あ、マジで？そんな。無修正でいいじゃん、もうね。処分することなく、手札1枚変えられない処分する。あー、これもできるんだ。選手まで7の力を 1点アップする。さらに1枚の存着のカードで、このカードはバトル終了時、また灰の出来に処分された時に配信する。火炎爆弾。不死鳥で。残り30か。
8枚蘇生する。これにしとくか。ただぶっちゃけこれをこれにしとけば、これで、これはどうしようかな。そのキャラクターのターンの始まり、魔界の爆弾の対応に3ダメージだったり、効果4ターン続く、それのために4ダメージだったり、12ダメージだったな、これで。これかな。これで。OK! OK! OK! 行こう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 倒そう。なんだこれ。バトルの始めにこのカードがバトルデッキの一番上に置かれる。このカードプレイできない。そんな。邪魔くせえな。こいつがこのボスか。なんだこれ。バトルの始めにプレイヤーの手札にパラサイト3体追加する。おのれ。ターンの終わりに手札にあるカードを数枚バトルデッキの一番下に戻すことができる。パラサイトカード戻そう。OK。リターン。コンボだコンボ。不死鳥のカード。ちょっと違うけど。リターン。戻す気はない。ファイアボール。ターン終了。余裕ではないか。不死鳥カード強えな。あ、これ死んだというか勝ったんじゃね？勝ったんじゃねこれ。二のため戻すけど、これ勝ったんじゃね？勝ったわ。余裕でしたね。全くもっと余裕でしたね。旅が始まる。よし、チュートリアルが終わった。じゃあキャンペーンな。エピローグにはいけないのな、これ。偶然にも灰の呪いを世界に解放してしまい、火炙りの刑に処されたアウトキャスト、ルシアは伝説の不死鳥のように起き上がり、炎と一体になったが永遠に炎に苦しめられることとなる。パイロマンサーのルシアは再び平和を得ることを求める。そして彼女を邪魔する者が何であれ、誰であれ、焼き尽くす。黒蛇のスライ。スライは、向こうの妻が被害に、及んだ後、網に落ちてアウトキャストになった。呪いは彼にスピードと反応速度を与えた反面に、殺された人たちの声に苦しみ続けています。今彼はこの問題を丸ごと解決しようとしている。獣の怒りよ。コーチと道場は荒野では受け入れられないことだ。彼はいつもコントロールできない攻撃性を持っていて、自分の手で全てを手に入れようとしていた。彼の唯一の友と家族は森で出会った一匹の生き物です。たとえアウトキャストの中でも、バックと彼の怪物は最も危険な存在です。灰の呪いは彼らに新たな力を与えたが、危うく彼の唯一の仲間、カローンを殺そうようにしていた。今、彼らの呪いを阻止して、彼らが犯した過ちを訂正する道を探しています。こいつかな？こっちは？マグナス、近日公開予定。なるほど。やるか。バック。ホシプラグイン。通常、あなたの腕を保つ極限の体験。体力は通常の量で、バトルで殺された場合、ゲームの始めから再開する必要があります。死を避けるため、キャンプで蘇生の儀式を行います。灰の契約を使うときに、体力コースが15点減少する。OK。よし。これ見なかったし。死ぬリスクなしでカードを取って、気について学びましょう。とりあえず、冒険者で。からの。スタンダード。ドローモードって何？ドローモードは自分で初期デッキを作成してニューゲーム開始することができます。10個の宝箱を開けた後に初期デッキを作成することができます。3枚のカードから1枚を選んでバトルデッキに加えることができます。設定が終わったとキャンペーンが始まります。なるほど。じゃあスタンダードモードで。私はコージだ。小さい頃はどうやって他の人と交流するのかわからなかった。私はバカだとみんなに信じてもらったけど、笑顔の裏に何かあるのか全部わかります。教官、あの賢い魔法使いたちにはこの才能こう呼ばれています。呼ばれていた？私と同じ年齢の奴らが私を嘲笑った時に私はすぐに拳で答えた。それから彼らは本能の考えをあの残酷な笑顔の上に隠すことにした。日本語はね。
ごつくなったな主人公。近畿の森からスタートなんだ。ああ、でかくなったね。If only one of us knew what danger this path would lead to. Even the royal I saw and heard. We had better step here. Hydra, we are right. の水域。この土地の統治はそう簡単に我々を通してくれない。すぐに見つかるだろう。戦わないよね。彼が到着するまでにまだ数日ある。エリアを探索して物資やレシピを見つけ活用しよう。利用できるものは何でも利用しないと。なるほど。チャプター開始。あなたのキャラクターはかなり弱い状態です。以下の方法でキャラクターを強化し当事者との戦いに備えることができます。カードのレシピを見つけカードを作成する。キャラクターのステータスを上げる。地域を検索して探索してリソースを見つけそれらを使ってキャンプでアップグレードを購入する。なるほど。キャンプから探索すればするほどより多くのリソースやよりレアなレシピを発見できますが遭遇するモンスターもより強くなります。了解した。誰の続きリソース含まれています。リソースはハーブ、レリック、鉱石などです。タイルからアイテム作るとか取るとかあるんだ。なるほど。こうなるわけだ。リソースエリア。ポータル。旅の石ね。使うとすぐワープできるけど、クールダウン20時間かかる。チェスト。鍵が必要、開けるのに。ああ、なるほど。チェストの上に鍵マークがあるね。ダンジョン。これも楽しい、ダンジョン。ダンジョンクリアですね。ダンジョンロード倒す必要がある。一つのダンジョンクリアしたともう二度とこのダンジョンに入ることができない。このダンジョンから出てエリアマップに戻る。エリアモードダンジョンに遭遇するモンスターレベル普段より高くなり、ダメージも高いです。その代わりに倒した後のボーナスも普段より、ドローモード先ですよね。オッケー、わかった。オッケー、オッケー、オッケー。鍛冶屋。カード作成。なんだこれ。神秘主義の鍛冶、効果一つ選択する。一体の敵に出血を与える。一体の敵に毒。今後二度発動する。継続ダメージ。突破。すべての敵の盾を解除する。解除された盾1個につき5点のダメージを与える。盾なんてあるんだ、敵。危険な傷口、敵一体に炎症効果を与える。炎症。キャラクターのターンが始まるために1点のダメージを与える。ターンごとに1点のダメージを増やし、最大は3点まで。2位の治療効果を、効果、ダメージを1点にリセットされることができる。カードアップグレード。ダメージ15点与える。4使うんだ。炎症効果多いな。気温の回復の方を自分に再生後はキャラクターのターンの終わりに再生体力4点回復する。あれ女の子を使ってた時よりピーキーだね。どうしよう。鍵ないんだよね。さてどうしたものか。まずはバトルかな。イージーバトルやってみよう。なんだこいつは。灰の傷跡。手札に灰のカードを全部捨てる。一回の戦闘一度しか使えない。手札に灰のカードを全て捨てる。ポイント5だよね。あ、同じだよね。OK。ターンエンド。あとまだちっちゃくなってるな。怒りポイントはバックのペットカローンが持つ特別なポイントである。打撃カードをプレイすることにより怒りポイント蓄積させることができます。怒りポイント戦闘終了後でも保つことができ、これらのポイントはバック特有の脆弱な怒りカードをプレイすることができる。ダメージを9点与える。力1点につき追加で3点のダメージを与える。今12点か。なるほど、そういうことか。いらんな、これは。ターン終了。
なんだこれ。あなたのターンが終了するときに、ランダムに1体の敵にダメージを与える。ああ、そういうこと。フェニックス、予測、今日の打撃。3点のダメージを与える。要するに、このカードをプレイされると、バトル的にターンされる。ああ、オッケーオッケー。あ、フェニックスになってる、不死鳥じゃなくて、このカードが手札に存在するときに、他のカードのコストが1ポイント増える。1ポイント増える。同時に効果も上がります。こういう類のカードの最大コスト制限されています。なるほど。どうしよう。ターン終了。これ最大 HP 低下させてるんだね、そういえば。次は治療マークをつける。マークされた敵は灰の打撃カードによるダメージを一点受けるので1ポイント体力回復する。方法？とりあえず鍵を入手した。カード蘇生か。蘇生。操作な、ここ。鍵あったよね。レシピを選択。炎症マーク。敵手に炎症マークつける。マークされた敵は2回の炎症効果を受けることに追加でもう1回の炎症が発生する。炎症炎症。ああ、再生か。これ取っとこう。イベント今日旅の石はランダムに向こうとなる。チャック、今違う場所にいます。何、どういうことだ。あ、ワープ。んー、こっちで。何日殺到敵来るんだこれ。あと重いなこのキャラクター。カードをたくさんプレイすることができないね。今はいらないカード。こいつなんだ。悲願のもの。マラリア。重いな。ターン終了。またマヤリアか。もったいない気もするけど、これで。ターン終了。やるしかないか。倒した。よし。スレイザースパイアとかと違ってこのポイントが少ないからあんまりコンボとかはできないね。今のところはっていうことなのかもしれないけれど。
カードを作成どうしようかな。盾っていうのはそもそもないんだよね。神秘主義者の盾。2か。出血毒燃焼。作成するか。この単語で体力を5点回復して休憩ポイントを49消費する。49だって。コンティニュー。お、あれがここの土地の主か。有効なのはいいけど、どこにワープするのこれ。イベント。ああ、気持ち悪いけど、彼女スペシャルな商品を販売し、君の属性を高めることを約束した。ステータス増加。体力、体力、クリティカルチャンスが 2% 増加、最大体力が 10% 増加。金がない、金がない、金がない。灰の嵐。灰の嵐が病気を生み出しました。消えてしまう前に急いで力を引き出せましょう。ん？バトル開始。病気を生み出したって言ってたのにそこに行くの？病気じゃないってことだよね。杉野さん、どれを低下。とりあえずこいつを殴っておこう。半魚人、半の感じが。なんだありゃ。この2つを戻す。これ早めになんとかしないとどんどん増えてくる感じであるよね。どうしよう。でも後ろのやつ倒さないとダメってことでしょう。早めに。短収量。ですよね。Another one. Can't even think about it, Caron. Okay, okay. これなんとかならない。ちょっと戦いにくいんだけど、このデッキだと。あ、嘘、今の外れた。もしかして外れるなんてあるんだ。さっきもなんかあったもんね。嘘だろ、お前勘弁してくれ。そしたら連続で攻撃できねえんだよ。全体攻撃欲しい。全体攻撃。これで倒しきれねえしな。これ使うだけ使っとこう。終了。この子、こいついらない子。The early dog gets the meat.これで回復。召喚されたはいいけど、やること同じなんだよね。
シュドラ倒した。どうしようねこれ。こうか。このレフジーすごくいらないやつだった。統治者が。レシピ選択。攻撃するんだけど6点のダメージを与える。選択されたターゲットに燃焼と中毒ダメージを与える。すべての敵に8のダメージを与える。あんたのタイル30以下の場合、3枚のダメージで手札からカード1枚を処分する。オッケー、これだ。なのに1体の敵に9のダメージを与える。そして全ての敵に3以下のダメージを与える。これはカード1枚ドローする。バトルデッキの一番上にそのカードを置く。聖水？聖水だって。なものなかった。ここにはネル必ずあるはずだ。タイム界の戦いに追加で1枚のカードをローする。すべてのデーモン種のモンスターのレベルが2アップさせ時間継続される。 OK。 あとはどうするよ。奇襲だ。バトル開始。おお、ワーボア。俺敵に使うカードなの本当に。回復するって書いてあるんだけど。カード自体がそんなにねえんだよな。あと1回。体力持つかこれ。これは復活させる。体力回復足りねえな。さてどうしようかな。おお、できるのか。あ、これここに使うんだ。その時期をアップグレードして常に体力がフルの状態で蘇生されるようになる。おお、
おっちゃん、何か安めでなんかいいもの売ってないの？普通のキャラクターから盾を除去する。除去された1回につき、ランダムにカードを2枚蘇生する。怒りのマーク。敵1体に怒りのマークをつける。マークされた敵は灰の打撃カードより怒りを2倍にする。灰の袋。これかな、買うなら。鋼の牙。あなたのターン。ターンが終了するときに、ランダムに1体のときにダメ2ダメージを与える。これ今持ってるやつか。これ使えるな。これとこれ。ステータスアイテム。ちょうど金使っちゃったんだけど。アップグレード。治療アイテム。回復用アイテムのコストが 20% 低下する。OK。もう今はこんなものか。イベント、そんな。君は道端で商品を補充している鍛冶屋に出会った。カードを作るのにいいチャンスだ。カード分解、通り過ぎる。カード分解。え、カード分解するの？まあいいや、じゃあこれで。ああ、金取られるんだ、やっぱり。そうかなと思ったけど、取られるのか。活力の首は安の怒りに達すると、忍者のピカピカで回復するカーテンに入手できる。あ、これダメだ。買えない、金がない。もうちょっとボスが来るな。ダンジョン結局見つけてないんだけど俺。次の自分は次の地図だけの人の鍵一つ少なくなる。おお。10のダメージを与える。あなたの灰のデッキにカード1枚がある。あ、灰のカードがあることにつき追加で3ダメージを与える。おお、いいねいいねいいね。速やかに処刑。敵一体はそのタイルが20以下の場合、直ちに殺す。このカードは必ず命中する。素晴らしい、取っとこう。たたたたん。バトル開始。キュロンは悪い男だ、そして私も。こいつと炎症。こっち体力がお亡くなりになってるんだけど。強型灰の契約。ひずみ30、マナコのコストがゼロのカードすべて蘇生する。ちょっと微妙だな。このままこれ使ったら死ぬんだけど、一回で死ぬんだけど。
もうちょいだ。HP がかなりギリギリ。次のターンによる。おっと、HP が1残ってるぞ。今の致命傷じゃなかったんだ。ああ、これはまずったか。フェニックス。炎症。そして終わった。いけたい。いけたいけた。超ギリギリ。ボス戦とかそういうレベルじゃねえぞ、これ。ダンジョンね。ダンジョンどころじゃないんだけど、ここちょっとやられてくるか。トラップ。トラップ。キュロン is not a good boy and neither am I。ふむふむ、積んだな。待ってほしい、これを一回。これ自分に使うやつじゃないの？ちょっとあいつをちゃちゃっとやろう。あ、そうか、やっと意味が分かった。こいつに打撃でダメージを与えるためにこちらが1点回復するということでいいの？違うな、でも。でも違うな。俺使えないんだけど。Another one down. よし、使おう。よし、だ。ショーはただの始まりでしかない。で、なんかポイントもらっただろう。これでアンロックできるってことか。このカード蘇生または処分するすべての敵に4ダメージを与える。結構強いんじゃないこれ。不死の涙、不死の涙。単の割に10発かけて何ダメにカード1枚蘇生できる。なるほどなるほど、これでアンロック。キャンペーン。ちょっと待ってよ、バッドランドじゃないの？俺は楽しみに試しにルシアでコンティニューからの。おっと、なんだこりゃ、何が起きてるんだこれ。死にしておこう。ファイアボール、液体の炎。回復あれなんだな、最初から。こうストーリーとは関係ないってことか。クリスマスだね、すごいクリスマス。敵にゴンダメージ与える。ちょっと待てよ。こっちにあれな感じの雪だるまが。サキバスだって。サキバスだ。みんな大好きサキバス。終了。リターン。回復効果。終了。
パイロマンサーが主人公って珍しいよね。そういえばメインの主人公ね。不死鳥のカードがあるとやっぱり戦いやすいよな。マナポイント0のカード3枚ドローする。歪み30とか無理じゃん。敵一体に火炎爆弾を仕掛ける。その敵仕掛ける火炎爆弾どれが爆発する。それにスタンが与えられる。敵一体に5のダメージを与える。ランダムにカード1枚処分する。ランダムにカード1枚蘇生する。おー、いいねいいね。6人蘇生。回復の方から要らないカードもでもあるよね、やっぱり。あ、すごいこれ。マップ攻略していく感じのやつかな。ちょっと違うよね。ようやく探し物見つかった。チームの圧倒的に不評なのの具体的な条件が記された貴重なサイトを探してた。おお、圧倒的に不評か。圧倒的に不評なやつってそんなにある？そういえばあんまり見かけないよね。単狩猟。いつこいつチェンジで。蘇生。不死鳥。Don't be upset. I'm in more pain than you. あれ、何がチェンジされたか分かんないけど、多分ファイアーボール。きっとファイアーボール。例えば非常に好評は評価数50以上、圧倒的に好評は評価数500以上で、サムズアップが 95% 以上でないといけないなど。あー、なるほど、条件が記されてるのか。そういうことか、そういうことか。了解了解了解。なるほど。サンキュー。こっちはいらないな、蘇生。不死鳥のカード本当便利。純粋な炎。敵対にターゲット燃焼効果がまだない場合、燃焼効果を3つ与える。おお、強い。敵対に46のダメージを与える。ああ、歪みあるんだ。チャンピオンの方効果を1つ取得。盾を取得。盾は何だ。確認 T だ。T があるぞ。でこれで。回復。あ、じゃあ燃焼で。戻れないな、これ。強制か。なるほど、なるほど。このモードだとまたちょっと違うんだね。なるほど。こいつで。増えるのやめない？
あれ知らなかった。いけると思ったのに。このダメージで死ぬだろう、この二人は。だよね。その死ぬと卵出すのやめない？本当にやめない？それ超困るんだけど。3単語に生まれ変わる。マジでやめてくれ。マジで勘弁してほしい、そういうの。This is just a warm up. 失礼しました。外れるっていうのがあるんだよな。くらい大変だ。不死のカードをとりあえず引けば大丈夫。こいつをくらい。え、嘘、そこで外れる普通。不死のカード最高。火炎爆弾を敵一体に仕掛ける3枚のカードドロー。灰に変える。灰のデッキにあるカード1枚につき敵一体に1段メージを与える。あー全部微妙だ。 Take a card。 強いて言えばこれ。レッシュを選択。超過の巻物。ターンの割に与えられた燃焼効果1につき体力1回復する。敵対燃焼。黒いグルマワールのページが灰のデッキに5枚ある。それらを破壊して手札に黒いグルマワール追加する。黒いグルマワールは何なんだ。黒いグルマワールは何なんだ。絶対強いやつじゃんね、これ。なんだこの柱みたいなマーク。Choose Blessing。クリティカルチャンス。10% クリティカルチャンス。永続ってことでしょ。強いんじゃない ?10% ずっとは。I burn your souls。 なるほど。とりあえずこれあとやめとこうか。先にこちらの方が良かったかな。リターン。 OKOK。 不死のファイアボール回避された。痛い。回避されるのつらい。やること同じなんだけどね。当たった。いけた。 Take a card。これ蘇生してもいいんだけど、結局全部蘇生させるやつあるよね。ここ今キャンプだから。貴重な金をあれに使うべきではないような気がするな。生命吸収あるんだ。すべての敵に5のダメージを与える。あ、これいいね。
病気中、病気にはかかっていない。連鎖反応。なるほど。手札からカード1枚ある。このカードの全てをコピーをドローする。手札1枚ドローする。エピックカード2枚ドローする。1枚ドローする。エピックとレアで何が違うんだ？なるほど。さてと、といったところなんだけど、今日のプレイはここら辺で終了したいかと思います。いかがだったでしょうか？スレイザースパイア系としてはだいぶ違うんだけど、気になった点が一つあると、コンボが基本的にはできない？ほとんどないね。初期のマナが少ない。おそらくステータス強化などのレリックとか、キャラクターの強化で、最終的にはもうちょっと上げられるのかもしれないけど、どちらにしろ最初の 5点が少ないね。彼女が今使用しているルシアが、見た感じだと消費マナが少ない。もう一人のももうちょっと少ないのかもしれないけど、使っていないキャラクターね。どちらにしろ3点とか2点のが多いので、最大で2発しかできないとかが多い。一撃でなんとかするタイプでもなくて、そう、それなんだけどね。ただ、一撃でなんとかするってほどでもない。結構何ターンもかかってしまう。敵がそれにしては体力があったりとかするね。テンポが悪いわけではないんだけど、それをベースにしている感じ。ほら、敵倒すのにすごい時間かかってるけど、別にそのせいで苦しいっていう感じでもないから、多分ゲームバランス的には、もうこういうプレイになるようにできている。もちろん強いカードもちらほらとあったから、コンボとかで使うとこれ強そうだなとかあったから、ちゃんとできるとは思うんだけど、いわゆる、なんだろう、スレイザースパイアみたいに結構、このデッキにこれこれ入れると結構なコンボができるぜ、みたいなね。っていう風な感じではないっぽいね。単発単発でなんとかやっていく感じ。ただ、それにしては時間がかかる。ので、人によってはテンポが、ゆったりとしているので、気になるかもしれないね。ただ、やっぱりオーバーダンジョンやアスレイザースパイアとかともまたちょっと違ったプレイ感覚。これ、一層思ったんだけど、ローグライクの要素を取り払った方がいい、面白いんじゃないかなとは思った。ほら、RPG っぽい感じの戦闘になっている。一層、なんだろうな。スティームワールドクエスト、前にプレイさせていただいたんだけど、あれがちょっとこんな感じだった。あれはただ、まあ、最終的に選択できるカードの数もうちょっと増えるんだけど、あれっぽいかなってはちょっと思った。カードのタイプもそうだし、戦闘の雰囲気とかもそうだけど、スティームワールドクエストが似ているかな。どちらかといえばね。あちらはただ完全に RPG に特化してるんだけど、こういうタイプではなくてね、ランダム要素とかなくて。あちらの方が似てるかなと思った。なんというかね、別に悪いゲームではないんだけど、やっぱりちょっと気になった点はいくつかありましたね、先ほど言った通りね。なので、ぜひプレイされる方はご注意ください。といったところで、いかがだったでしょうか。デッキオブアッシャス好きになった方、ぜひね、動画下記の概要欄の方に。ストアページを貼らせていただいているので、いつも通りぜひチェックしてみてください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。本作のね、ストアページ、私の Twitter へのリンク、ライブ配信しているページなど、各種リンクは動画記の概要欄の方に載っているので、アーカイブから見てくれている方は、ぜひそちらの方をチェックしてください。また言った気がするけど、まあいいでしょう。ぜひね、ライブに遊びに来てください。ライブでね、生で見てくれてる方、フォローよろしくお願いいたします。ではでは、また次のゲームでお会いしましょう。ホービドワでした。お疲れ様です。